セーブするかい？真犯人は。ああ、こんなところにいた。その子姉ちゃん。もう何やってんのよ。あんたすぐいなくなっちゃうんだから。蘭姉ちゃんは？蘭ならロビーの方を探してんじゃないかな。さ、もう帰るわよ。まったく、ちょっと目を離すとすぐいなくなっちゃうんだから。この子は。悪いな。また活躍してもらうぜ。証拠はすべて出揃った。あの人は舞台の性格を忘れているのだろうか。ここまで周到な計画を練っておきながら、彼は最大のミスを犯してしまっている。そのミスのおかげで犯行の経緯もそのトリックも謎はすべて解き明かされた。この事件の真相を必ず立証してみせる。真実はいつも一つなんだから。おや、コナン君、どうしたんだい？うん、その子姉ちゃん犯人が分かったんだって。え？なんだって？教えてあげるから関係者を1階の客席に集めてほしいって言ってたよ。ま、分かった。刑事さんよ、犯人が分かったってどういうことだ？それはそこにいる彼女が教えてくれますよ。なんだ、ガキじゃねえかよ。そういうことは彼女の説明を聞いてからにしてほしいわね。警察も甘くなったもんだな。で、お嬢さん、誰が犯人なんだよ？それを今から教えてあげるわ。この中で唯一立花さんを殺害できるのは、スタッフさん、あなたしかいないのよ。待ってくれ。何を根拠にそんな。こいつが犯人かよ。こいつはとんだ盲点だったな、刑事さん。そんな、何かの間違いじゃ。とりあえず理由を聞かせてちょうだい。そうね、スタッフさんが一番身軽な立場にいることかしら。それだけですか？そうよ。立花さんは幕開中に殺害された。いつでも立花さんの楽屋に出入りできる劇団関係者はスタッフさん以外に考えられないわ。そんなバカな。あのね、そんな理由で逮捕できるわけないでしょ。ふう、そんな単純なことで事件が解決するなら楽なんですけどね。まったく、ここは遊び場じゃないのよ。あなたたちは邪魔だからもう帰りなさい。